ピッチカート、ピッチカートは、バイオリン族などの本来は、弓で弾く、弦楽器、殺弦楽器の弦を指で弾くことによって、音を出す、演奏技法である。日本語のカタカナ表記は、古くからピッチカートが用いられたが、より元の言語の発音に近い表記にした場合は、ピッチカートとなり、現在は、校舎も使われている。歴史的に初めてピッチカートを求めたのは、 バロック時代のオペラ作曲家モンテベルディだと言われている四季の冬では冬の日の冷たい雨だれをピッチカートで表現している。しかし当時の演奏者はバイオリンは弓で弾く楽器として高度に発展しているのになぜ野蛮な民族楽器のような発言奏法をしなければいけないのかとも反発したという。同様にモンテベルディが開発したトレモロ奏法も酷評だったという。 どちらも今日では、バイオリン族の弦楽器の基本的な奏法の一つとして欠かせない。いわゆるクラシックで使われる楽譜では、ピッツカートで演奏を始める箇所に、ピスッと書かれる。その後で弓による通常の演奏に戻る場合には、その箇所に、アーコ、アルコイコール弓と書く必ずがあるが、前後関係や他の楽器との関係で、ピッツカートが一音のみであることが明白な場合は、 その一音に、ビスと書かれるだけの場合もある。コントラバスにおいては、ポップスや、ジャズなどで低音部のリズム音源、ジャズベース、ジャズバスと呼ばれることが多いとして多用され、特に曲全体を通して用いられる場合は、ピッチイートの指示表記そのものが略され、むしろ逆に、曲の一部で、意図的に、急走法を使う場合に、その指示、アーコもしくは、バグがなされる。コントラバス。 フィンガーピッキングの交参書。バイオリンの場合、ピッチカートは弓を持つ右手で弦を弾くことが普通である。しかし、イタリアのバイオリニストであり、作曲家のパガニーニは、本来は弦を押さえる左手で弦を弾くという、左手のピッツカートを導入した。これにより、左手のピッツカートを伴奏に、右手で弓で弾くという高度なバイオリンの奏法が誕生した。 右手のピッツェカートよりも固めの音色である。素早い速さで連続して、左手ピッツェカートをしながら、滝のように加工する、アルペッチョディピッツェカーティと呼ばれる奏法もある。隣接した指で弾くことにより音符は、開放弦に限らず自由に得られるが、連続した素早い上行は、ほぼ不可能である。楽譜上の左手のピッツェカートの寄付はまず、ピスを書いた上で音符の上に印をつける。 バルトークが好んで書いた奏法の続賞で、引く際に弦を指板と垂直に強く引っ張って離して、弦を指板にぶつけることである。硬質なアタックを伴う、バチンという音になる。まあら、公共局第7番に聞かれるように、奏法自体はバルトーク以前からあったが、この指示のために、専用の記号、日本の地図記号で果樹園を示すものに、告示を発明してよく使ったため、 以後、他の作曲家によっても、この指示が用いられるようになった。音符の直上、または直下にその記号が書かれることが多いが、稀に、バルトークビスと書かれることもある。コントラバスにおいては、スラップ奏法と混同されることもあるが、厳密には同じではない。ただし、音響的な効果としては似ているため、代用されることもある。また、バルトークは、 ピッツカートとグリッサンドを組み合わせた奏法も生み出し、弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽などで用いた。左手で弦を押さえた状態でのピッツカートは、音の持続が非常に短く、音量も限られるが、開放弦の状態では、比較的長く持続する、豊かな響きが得られる。特殊な長弦をする場合は別として、一定の音程しか得られないが、ラベルのダフニスとクロエ。 第二部冒頭、または第一組曲の最終曲では効果的に使われている。発言楽器は普段よりバイオリン族のピッツカートに相当する奏法をする楽器である。しかし楽器によってはピッツカート的な音が出る特殊奏法をピッツカートと呼ぶ。日本のことにおいて大正時代以後の新日本音楽ではピッツカートと呼ばれる奏法を用いることがある。 稀に生って、ピジカットと呼ぶ記述もある。通常では、ことは、右手の親指、人差し指、中指にギズメをつけて演奏するが、ギズメをはめていない薬指、稀に小指や左手で弦を弾くことを指す。これにより柔らかい音色が得られる。ギターやハープ、マンドリンでは、右手で弦を弾くとして、左手の指や右手の手のひらで弦に軽く触れた状態で弦を弾くことで、 余韻のない音が出る。これをピッツカートと呼ぶミュート奏法とも呼ばれる。クラシックギターでは、さらに近代、現代にこれを煮詰めた奏法が開発され、バイオリン同様にバルトーク奏法も存在する。手法はバイオリンのそれと近似しており、弦の裏側から指を強く引っ掛け、弦がフィンガーボードに反発力でヒットする音を利用する。主に打楽器、 ドラムスを模した奏法として活用される。ローラン・ディアンスのリブラ・ソナチネが有名である。エレキギターではピッチカートに似たミュート奏法が開発され、様々に分化されている。主なものとして、制覇、バレーした左手を意図的に若干浮かせることで音量を抑え、高質な音を出す。ブラッシング奏法、右手の腹部分を弦のビブに当て流れ適度に消音することで、 クリスピーな音を出すミュート奏法などが存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。